東京2020オリンピックのエンブレムに淡いが採用されたことを記念し制定された7月24日の徳島愛の日。美馬市でも去年からこの日を美馬インディゴデーと定め、愛の魅力を市内外に発信しています。今年も美馬市地域交流センターミライズで展示やマルシェが開かれたほか、地域を挙げて愛の文化や伝統を PR するイベントを開催。うだつの街並みにあるお店でも愛製品の販売コーナーなどが設けられ、観光客らでにぎわいました。古民家を改装した施設で行われていたのは、藍で染めた阿波和紙と藍の生葉を使ったしおり作りのワークショップ。参加者は葉っぱをハンマーで叩いて色素を台紙に移す叩き染めを楽しみました。また近隣をめぐるうだつの街並み検定と題したクイズラリーは、正解者に抽選で美馬市のお店から景品をプレゼント。イベントを盛り上げようと地元の高校生たちもうだつ上げ隊として参加し、運営をサポートしていました。愛を知り愛に触れ、人々が愛でつながる、街中が藍色一色に染まりました。